まずチャンピオンです。チャンピオンはメキシコボクシング界の若きスター、エリック・モラレスです。メキシコ・ティファナ出身の21歳。93年にプロデビュー、95年エンリケ・フピテルに6回 TKO 勝ちし、メキシコジュニアフェザー級タイトルを獲得。その3ヶ月後にはファントーレスに12回判定勝ちし、北米ジュニアフェザー級タイトルを取りました。そして昨年9月に日本でもおなじみのダニエル・サラゴサを11回 KO で破りまして、 WBC 世界ジュニアフェザー級タイトルを獲得。サラゴサに引導を渡しました。今回が2度目の防衛戦となります。戦績は28戦全勝、28勝のうち22の KO 勝ちがあります。一方、挑戦者はバルセロナオリンピックの出場経験を持ちますレミヒオ・モリナ。アルゼンチン、エントレ・リオス出身の27歳です。93年にプロデビュー、地元アルゼンチンを拠点に連勝を続けまして、96年には前アルゼンチンジュニアフェザー級チャンピオンネストル・ファリアスに 10回判定勝ちしています。そして96年にナジーム・ハメドの持つ WBO 世界フェザー級タイトルに挑戦しますが、2回 TKO 負け、唯一の黒星を喫しています。今回が2度目の世界挑戦となります。戦績は31戦30勝1敗、30勝のうち12の KO 勝ちがあります。という今回この2人が対戦します。はい、ですね、モラレスはあの老獪なですね、はい、ダニエル・サラゴサをですね下して、はい、ジョーさん、モラレスというのはやっぱりその辺かなり注目、メキシコ内で集めてるんじゃないですか。そうですね、まあこのクラスではですね、マルコ・アントニオ・バレラと並んでですね、やはりもう若い頃からまだ若いですけどね、はい、21歳ですけど、将来嘱望されてましたね。あ、やっぱりそうなんですか。私はね、この選手の顔を見るとね、漫画で明日のジョーってありましたよね、力士徹そっくりだなと思うんですけど、まあ画面見てください、はい、それではここで両選手のダイジェストをちょっとご覧いただきたいと思います。どうぞ。まずはですね、エリック・モラレスの方ですね、相手はジョン・ロウィーでした。これは97年の12月の試合です。この今突っかかっていった方がジョン・ロウィーです。頭上から見ると差が分かりますね詳しくは言いたくないですけどね、はい、これは第1ラウンド、グリーンのトランクスがジョン・ロウィー。これが初防衛戦の試合です。映像ですね、浜さん、この試合、はい、覚えてらっしゃいますか。ですね、ロウィーの方が、まあ、雑に来たんで、はい、チャンピオンのモラレスもちょっとつられましたね。あ、雑な選手に対してちょっとリズム狂ってしまいましたね、うん、ともかくこのモラレスっていうのは若いのに冷静なんですよね、ところがその冷静なモラレスがですね、まあ、初回からああいう風に来られましたし、はい、バッティングも受けましたし、もう向きなと打ち合って、その相手をもうねじ伏せたっていう試合だったんですね。まあ荒さもありましたね、はい、荒さがすればご覧のように8ラウンド TKO 勝ちを収めています。一方のレミヒオ・モリナ、こちらはですね、ナジーム・ハメドが相手でありました。これタイトルに挑戦したんですが、96年11月9日の試合ですね、 WBO のフェザー級タイトルに挑戦したんですが敗れております。まあ、この試合まで27戦全勝ですからね、はい、敗れたのはこの試合だけなんですよね。そうなんです。どうしてもハメドの方に視線が行ってしまいますが、勝敗はこのラウンドで決しますね。2回ですよね、はい、いいカウンターを取ります。他にもハメドらしい動きを見せられます。まあ、浜さん、これね、はい、どうしてもハメドにね、視線が皆さん行ってしまうかと思いますけど、まあ、そうなんですよね。どういった倒し方するかというふうに注目集めたんで、相手のモラレスはもう少し長引いてくれ、持ってくれっていうような見方で見てしまうわけですよね、はい、ただ、
この試合だけで判断するのは相手がハメですから、かわいそうなところありますよね。そうですね、まあ、今浜田さんがおっしゃったようにですね、そのハメドにしか敗れてない、はい、で、うん、今の映像でちょっと判断するのは浜田さんちょっとかわいそうですね。ですね、やっぱりハメドは誰とやってもほとんどのカードを2回いい判定以外はノカですからね、はい、そういった面ではやっぱり力をはっきり見せないまま終わってしまった試合ですよね。小泉さん、それからチャンピオンの方なんですけれども、あれ力士とに似てるっておっしゃいましたね、はい、いや、私ちょっとあんまり似てないです。今度見てくださいもう一回じゃあ確かめましょう、まあ、親子仲らしいですね、数多くいますけれども。そうなんですね、お父さんもそのボクシングやってたんですけれど、息子にはですねその教育受けて、はい、そしてボクシング以外の道進んでほしかったらしいんですけど、ともかく素質があってですね、もうアマチュアでもすごい戦績はあって、そしてそのプロへ入ってももう勝ち続けて、そして世界チャンピオンになりましたからね。ある意味優等生的なところが、ね、あります、はい、さあどんな試合になりますかね。はい、ご覧いただきましょうか。4月3日です。メキシコティファナアオディトリアムミニシパルで行われました一戦です。どうぞ。WBC 世界ジュニアフェザー級のタイトルマッチです。エリック・モラレス対レミヒオ・モリナの一戦です。この試合がチャンピオンにとりまして2度目の防衛戦になります。一方の挑戦者はこれが2度目の世界挑戦であります。よく入りました。これはモラレスの地元です。前回の初防衛戦も同じこの会場で行われました。先ほどご覧いただいた通りです。 WBC 世界ジュニアフェザー級のタイトルマッチです。まあ、皆さんご存知のように日本では6月からですねこのジュニアの表記がなくなりました。呼び名を統一するという方向になりまして、小泉さん、まあ、今現在はジュニアフェザーとご覧いただきましたけれども、WBC の世界スーパースーパーバンタムです ね、 そうですね、呼ぶならばね、そのように呼び鳴らしていきたいと思います。 La pelea estelar de esta noche por el campeonato mundial de peso super gallo avalado por el Consejo Mundial de Boxeo pelearán 12 roundsEn esta esquina de 55 kilos 300 gramos de peso con un récord de 30 peleas, una perdida y 22 knockouts de Entre Ríos, Argentina, el retador Remigio Daniel Molina.挑戦者です。ランキングは15位レミヒオ・モリナです。これが32戦目になります。 En la esquina contraria también de 55 kilos 300 gramos de peso un récord impecable de 28 peleas con 22 knockouts de la zona norte Tijuana, Baja California, México El flamante campeón mundial de peso super gallo, Eric, el terrible Morales. 2度目の防衛戦です。チャンピオン、エリック・モラレス。ニックネームがですね、エリ・テリブレなんですね。はい、テリブレっていうのは、英語で言うテリブルですから、恐怖の男なんですよね。はいはい、テリノリスと一緒のニックネームになるんですね。そうですね。まあ、エリ・テリブレ。この真ん中に立ってるそのレフリーですね、はい、ギテルモアヨンって言って、まあ、当時のリングネームはメモアヨンって言うんですけれど、はい、シュガル・ロビンソンに勝ったことがあるんです。あの名チャンピオンもう晩年なんですけどね。そうですか。ボクシングマニアの方はそのシュガル・ロビンソンのレコードを見てこのメモアヨンの試合を見てください。アヨンが判定勝ちしてますから。そうですか、はい、
さあ WBC 世界ジュニアフェザー級のタイトルマッチ、浜さんワンポイントお願いします。はい、モラレスの力は大体、見て今からも伸びそうだなっていう風な感じがするわけですね。はい、あとは本当モリーナがどれだけの力かちょっと分からないですからね。そういうところを何て言うんですか、お手並み拝見といきたいですね。チェックしながら参りましょう。さあ挑戦者はレミヒオ・モリナ、どういったボクシングを展開しますか。試合が始まりました。チャンピオンはモラレス、2度目の防衛戦です。チャンピオンが黒のサイドライン、太いラインが入っています。そして青でしょうか、ブルー系の青ですね、青のサイドライン2本入っています。こちらがモリナです。左を伸ばしました。チャンピオンエリック・モラレス、21歳若者です。先ほど初防衛戦ジョン・ロウイ戦をご覧いただきました。8ラウンドテクニカルノックアウト勝ち、これが2度目の防衛。左を伸ばします。まあ、発表通りだとですね、はい、このエリック・モラレス173センチですね、身長。これはですねスーパーバンタム級としては背が高いですね。173センチのモラレス、一方のモリナは163センチ、10センチの開きがあります。スーパーバンタム、つまり以前のジュニアフェザー級のタイトルマッチをお届けしています。左落とします。右、これはダッキング、わずかにヘッドスリップさせました。右から左打っていきます。スピードがあります。モリナ非常にワイルドな戦い方をするという、まあ、情報です。 WBC のこのクラス15位にランキングされています。挑戦者はモリナ、湧き上がります。ティファナ頭をつけました。右アッパー当たってません。左を返します。チャンピオンエリック・モラレス、当初は4月の4日ホセルイス・グエノとの防衛戦が組まれていたモラレスなんですが、それが流れてしまいました。急遽ピンチヒッターで防衛戦を行うことになっています。行うことになりました。まあ、それは試合間隔が空くのを嫌ったわけなんですが、その相手がこのモリナということになっています。まあ、まだ2分ぐらいしかなってないんですけど、モリナのボクシングは結構器用ですね、この選手は。あ、そうですか。はい、サウスポースタイル、右構えスタイルになってもどっちでもリズム感は持ってますよね。はい、普通片方に偏るところあるんですけどね、サウスポースタイルに変わったりしても、まあ、フットワークとか乱れないですね。残り30秒です。第1ラウンド、昨年21歳になったばかりのこのモラレスが老優、あの39歳でしたサラゴサを下しまして、メキシカンの新旧交代が見られました。その後サラゴサは引退を表明しています。あの右ストレートのボディパンチでサラゴサノックアウトしたのは見事だったですね。まさにメキシコの昇る太陽沈む太陽、そういった入れ替わりのシーンでありましたが、第1ラウンド終了しています。まずラウンドですね、これ振り分けるんだったらモラレスの実体基準つけますね。まずですね、いつものように採点基準なんですけど、まず有効なクリーンヒット、はい、その次がですね、まあ、構成ですね、そして防御技術、そしてリングディナラルシップ、これはもうペース支配ですね。はい、確かにこのラウンドですね、モラレスパンチ出してて、そのモリナはそのブロッキングしてるんですけれど、これ片方は手を出してね、片方は手を出してのほうが取ってるとみなされますね。はい、全部ブロッキングしててもですね、この場合は手を出してる方がポイント取れるんですよね。まあそれは、まあ、10対10をつけないで10対9に振り分ける、そういうシステムからですね、やはりこれ、やはりそういう構成を取っていかないと振り分けられないですよね。はい、さあ激しく出ていきます。挑戦者がまず1点、それに応戦します。チャンピオンです。このチャンピオン右のパーで迎え撃ちました。詰めていきます。チャンピオン両者ともこの辺は当たっていません。おーと簡単になります。これは早々と打ち合いになってきますね、この試合は。さあどちらが先に倒れるでしょうか。ボディブロー、ボディブロー、3発4発続けます。ストレート、チャンピオン
ロリゴです。チャンピオン。ロリゴの方はサウスポースタイルではやらない方がいいですね。はいはい、あ、そうですか。サウスポースタイルでやるとちょうど真正面で、チャンピオンのモラレスの当たりやすい位置に来てしまうんですね。挑戦者モリナ、青のサイドラインがあります。右のストレートは空振り。声援が湧き上がっています。地元メキシコティファナ出身のモラレス。メキシカン対アルゼンチーナ。アルゼンチンの選手レミヒオ・モリナ。激しさが少し小休止しています。第2ラウンド中盤、右を突き上げました。29戦目です。全勝モラレス 22KO 勝ち。アウト、右ラッパー挑戦者。今の右ラッパーちょっと怖かったですね。右ラッパー左、右のストレート打ちをかけます。待っています。モリナ、ファレイ、ファレイ、ワウンド、ワウ。先ほども言いましたように、チャンピオンのモラレスはお父さんの元ボクサーであります。そして今はトレーナーを務めています。ボクシングを始めたのは5歳からだということでありますが、エリック・モラレスチャンピオン。93年3月ですから、王様16歳の時に、プロデビューしたことになります。しばらくチャンピオンになる前はランキング1位でその試合が来るのを待っていました。ずいぶん待たされましたけれども、しっかりとそのチャンスを手に入れまして、ダニエル・サラゴサを下して、今回はチャンピオンとしてこれが2度目の防衛戦を迎えていることになります。 WBC のタイトルマッチ、やりか、オーフィン、ヤッパー、チャンピオンのパーです。今アッパーで迎えた格好になりましたね、浜さん。バックステップしてアッパーカウンターですね。結構難しいんですよね、ああいうのは。そうですか、はい、なんなく器用なんでしょうね、やっぱりね、話してしまいますね。今見てる限りだと、はい、結構雑なところありますけどね、器用さもありますね。こういった争いも目指します。だいぶ予想が変わりました。というのはいかがでしょうか。このラウンドも10対9モラレスのラウンドですね、はい、相手がサウスポーにスイッチするとですね、右のアッパーのボディをそのめり込ませましたね。でここいいアッパー、そのモリナが持ってきたんですけど、これは避けてですね、はい、相手がポジションを変えるとですね、ワンツーからその3つ目のパンチに持っていきますね。でこの辺はアッパーをうまく狙ってますね。大体ちょっとまだその試合の前半で体がその温まってないためかですね、ちょっと荒いんですけれど、はい、まあ、あのモラレスがですね、まあ、相手のその出方ちょっと掴んだっていう感じがしますね。メキシカンですので、当然これまでのキャリアの中メキシコで行った試合が多いんですが、あの小泉さん、トップランクのボブ・アラムプロモーターと契約を交わしたんですね。そうなんですね、それでですね、北米の、スーパーバンタム級ですね、はい、タイトル獲得したんですね、ファントーレスにこれ12回判定勝ちですね。まあ、そして、ネバダ、ラスベガスにも進出していますエリック・モラレス。やはり主戦場、このビッグネームになろうとしましたらアメリカが主戦場になっていきます。第3ラウンドに入っています。 WBC スーパーバンタム、以前のジュニアフェザー級のタイトルマッチです。あと迎え撃ちました、左のフックからボディーブロー。チャンピオンです、背中を見せています。チャンピオン浜さん、先ほど、はい、モラレスのちょっとした印象を伺いましたが、挑戦者のモリナの方、改めてどんな印象ですか。ここまでこの選手は、まあ、今サウスポーツアイルでやってますけど、ね、はい、器用な選手なんですよね。器用な選手なんですけど、まあ、踏み込み際ですね、はい、踏み込む瞬間を今打たれてますね。あと長袖、この辺がそうですね、踏み込むところ、ボディを狙うされました。そうですね、うん、モラレスのパンチが届く距離でよく頭を振って打たれないようにはしてるわけですよね、ただそこが今、いっぱいいっぱいのところですね。なるほど、それで打たれない力、踏み込むをするとやっぱ必ず打たれてますね。さあ、ボディを打ちます。足はモラレスの方がありますね。ありますね、左が止めました、チャンピオンモラレス。近戦になりますと暴れるような感じでパンチを出してきますが、モリナそれをかいくぐるようにしてパンチを当てます。チャンピオンのモラレス、後押しをするようなファンの声が湧き上がっています。メキシコのティファナで行われていますこの試合。これドゥーロ、ドゥーロっていうんですね、はい、ドゥーロ、ドゥーロっていうのはですね、ドゥーロっていうのはハードっていう意味なんですね。ハード、
ハルっていうのはですね、その強くてっていうので、それで結局行け倒せっていう意味なのらしいんですね。私はグアダラハラ、ルイスとコブリタ・ゴンサレス行った時もですね、はい、もうドゥローコールがすごかったですね。そうですか、バランスをちょっと崩しかけ、まだそこを見せてない負け知らずのチャンピオンに挑戦でありますが、ランキング15位のレミヒオ・モリナ。おーおーおー、さあボディブロー、ブリします、挑戦者。このラウンドはですね、モリナ結構打たれてるんですよ、だから効いてきたんですよね今。挑戦者ダウンです、モリナダウン。まともに切ってましたけどね。いい方向に出ています、エリック・モラレス。ダウンをまず奪いました、立ち上がりました。どうでしょう、続行です。しかしゴング、このラウンドは結構きましたよ。はい、挑戦者モリナにダウンがありました。10対8、チャンピオンモラレスですね。挑戦者ですから目の周り慌てて冷やしております。ドクターも飛び込んでまいりました、チェックします。サウスポースタイルになるとそういったパンチを結構食ってますね。サウスポースタイルが下手なわけじゃないんですけどね、はい、ただサウスポーになった場合にはチャンピオンモラレスの右ストレートが真正面から来るので、なるべくこの試合に関してはサウスポースタイルではやらないわけですね。まあ、かといって右構えになるとまたモラレスの左ジャブがどんどん伸びてくるでしょうけどね、はい。第4ラウンドに入りました。 WBC 世界ジュニアフェザー級のタイトルマッチ、先ほど言いましたように当初この試合は4月の4日にホセ・ルイス・ブエノとの試合が防衛戦という形で予定されていたんですが、急遽ブエノが出場できなくなりました。まあ、一旦は流れた格好になったんですが、チャンピオンモラレスがその次の試合まで間隔が空くのを嫌いまして、急遽プロモーターにこの試合を組んでもらいました。しかも防衛戦という形で組まれています。普通小泉さん、試合間隔を嫌うんだったらノンタイトル戦が多いですよね、はい、それが、まあ、ピンチヒッターという形なんですが、このタイトルマッチに結びつきました。まあ、しかしピンチヒッターではありますが、モリナは大チャンスであります。大きなチャンスをもらったことになります。だから普段練習をしているかどうかですね。普段精進しているボクサーはですね、そういうピンチヒッターの時にチャンス掴んで世界チャンピオンになったりすることがありますね。右から左に返していきました。おそらく声をかけられたのもそんな時間をね、たっぷりと、余したところではないでしょうし、どの程度仕上げてきましたか。まあ、かといってこの試合世界タイトルマッチを断ったら次チャンス来るという保証はないですからね。そうですね、まあ、一度 WBO のタイトル挑戦してハメドにですね、はい、2回で TKO されてますし、いい大きなチャンスだという形で受け取りました。そしてこの試合を向けたわけですが、早くも3ラウンド目ダウンを喫しています。挑戦者のモリナ、モラレスパンチありますね。ですね、今もいいパンチが入っています。トランクスにはテレビ、モリナはサウスポースタイルはやらないわけですね。今もちょっとね変えました、うん、サウスポースタイルになると右ストレートまっすぐ飛んできますから、はい、ロープスタイルです。それでも押し込んでいくのかモリナ。右を画面をかすりました、左を返しました。挑戦者です。残り40秒切っています。このモラレスの難点というのはやはりですね、相手から持ち込まれた接近戦、自分から持っていった接近戦は強いですけどね、相手から相手に押し込まれた時の接近戦、そこでちょっと体が起きて相手のパンチもらうことがありますね。ボディーブローです。まあ、サラゴサ戦でもサラゴサにですね、まあ、サラゴサは確かに上手い選手ではあったんですけれど、そのポイント取られたラウンドはそういう展開でポイント取られましたね。おっと、左から打ち下ろし、左届いた、右右を伸ばします。なんとかバランスを保ちましてモリナ食らいつきましたが、ここでゴングが鳴っています。第4ラウンドを終えました。このラウンドもチャンピオンのモラレスですね、はい。まあ、相手にダメ与えたダメージは上ですね、有効なクリフトは多かったです。
キシカンとアルゼンチンの選手が戦っています。アルゼンチンの最近の特徴というのは何か小泉さんありますか、挙げることができますか。最近、まあ、ベテラン選手が頑張りますね、まあ、ファン・マネル・コッジとかですね、フリオセサル・バスケスとまだやってますしね。あ、そうですね。モリーナの右目腫れてきましたね。あ、挑戦者だいぶ打たれましたからね。まあ、それからアルゼンチン人の特徴としまして、試合をもう練習のようにこなしていきます。おそらくこのモリナにもそういった高熱さ、どこかに秘められているんでしょうが、ここはメキシカンに押されています。 WBC 世界ジュニアフェザー、現在の呼び方で言いますと、スーパーバンタムになりますが、この試合をお届けしています。チャンピオンモラレスの2度目の防衛戦です。相手を誘います。チャンピオンモラレス、黒のベルトライン、サイドラインが入っています。モラレス挑戦者は手を出しはなくなりました。距離を切らす、入ろうとするとパンチ食ってしまうんで、ちょっと離れようとしてますね。右ストレート伸びますね。はい、伸びますね。そんなにスピードがあるように見えないんですけどね、モラレスのパンチはやっぱり手元で伸びる感じがしますね。ミラパーです。食らいついていきました。レフェリーが分けています。ボディから左顔面、この辺はブロックしています。小泉さん、モラレスの戦いっぷりというのはメキシカンの特徴を持ってますか。だからメキシカンにはですね、いろんなタイプがいるんですよね。そうですね。まあ、無茶苦茶的なファイタータイプもいますしですね、はい、まあ、かつてホセメデル、ジョーメデルのようなカルトパンチャーもいますし、あ、ボディブロック来ましたね。あ、止まりました。右肩来ましたね。右肩ロープに持たれてますね。このボディブロック強かったですね。このボディブロックはメキシカンの一つの特徴でもあります。まだボディブロック左、もう徹底的にいきます。ボディが効いてる、もう完全にチャンピオン呼んでいます。今逆にサウスポーやらないのですね、サウスポースタイルは。これ今サウスポースタイルになってます、挑戦者。サウスポースタイルだと右アッパーモルに決めますからね。オーソドックスに返しました。しかし、もう動き完全に止まっています。レミヒオ・モリナ、動きが止まっています。アルゼンチン、1回離れましたチャンピオン・モラレス。まだ30秒あります。もう1回、この30秒のうちでいくでしょう。モリナはサウスポースタイル得意。まともにいきました。左が右、まともですよ、これは。それとは何とかかわしています。ガードの上からまず打ちます。ちょっとぐらついてますね、やっぱりね。効いてるんですよ、挑戦者。ボディは効いてるし、顔は効いてるしですね。腰が引けてしまいました、レミヒオ・モリナ。今度はモラレスの方がサウスポーにスイッチしましたね。そうですね、チャンピオンが、今まで挑戦者がサウスポースイッチを見せていたんですが、チャンピオンがスイッチしています。これはどういうことでしょう。左、その場合余裕ですね。第5ラウンド終了です。お前がサウスポーでやるんだったら俺もやってみるかというぐらいの余裕できたんでしょう。大攻勢を見せましたチャンピオンモラレス。このラウンドもモラレスのラウンドですね。いいボディブロー打ちますね。これが効きましたね、このボディブロー。結局上下の内訳やってるんですけど、上のパンチを捨ててはないんですよね。上のパンチでも当たれば倒れるようなパンチを打ち込んでおいて、それで下持っていきますから、相手上へ避けるのがやっとですね。で当然ガードが上がります、あるいはスウェーバックします。そこをまたボディ打ちますね。このボディが強いと相手のガードを下がる、また上へ持っていくと、そしてちょっと距離取って適当に休んで、そして冷静に自分の距離で戦ってますね。第6ラウンドに入りました。 WBC のタイトルマッチです。まあ、メキシカンにしてもいろいろなタイプがありますが、比較的攻撃防御、両方できますね。ただし、まあ、はい、まあ、綺麗な相手が出てくるところカウント合わせるっていうタイプじゃないんですね。なるほどね。避けるときはもう避けることに専念してしっかり避ける、で攻めるときは相手が打ち終わったら攻め始めると、はい、そういうキャッチボールですよね。受けて攻めて、はい、受けて攻めて、攻めるときは強いんですよね。
このあたりはもう完全に引いています。守っているというか引いています。何か機会をチャンスを伺っています。チャンピオンのエリック・モラル中から3つ目返しました。左を伸ばします。これも左もよく伸びます。若干腰落としがしてノイダが左右上体を振りますけれども、どれほど効果がありますか。近づいてきました、はい、あの体を振ってるんですけど、体立たされると良くないんですね、ノイダの場合は、はい、おーと飛び込んできました、まあ、今左フック合わせましたけど、はい、あれもタイミングいいですね。そうですね。ファレイファレイファレイ、まあ浜さん、はい、モイナの方としては飛び込んでいく気がないんでしょう。アウト、ボディブロー、もう一発ありました。そして左のストレートです。効いてますよ。右のストレートも返ってきました。足がついていません。もう相当効いてます、これどうですか。まだ続行ですね。相当効いてますよ。さあ倒しにいっています。モイナ倒しにいっています。これ倒せるか。いいボディブローですね。地元ファンの皆さんの前で倒すことができるか。二度目の防衛戦、サラゴサ倒した右ストレートのボディですね。ダリーと肩で押しします。1回戻ってきました。まだ50秒あります。このラウンド打ち疲れか少し呼吸を整えます。チャンピオンのオラです。よくボディを打ちにいっています。またこれストレートボディ、さあラッシュします。レフリーが止めるか。止めた、止めました。試合終了です。第6ラウンド30秒以上残してのストップです。エリック・モラレス2度目の防衛 TKO で飾りました。アルゼンチンからの挑戦者レミヒオ・モリナを下しています。まあ浜さん、はい、どうだ、レフリー止めてみろみたいな感じで最後打ち込んでいきましたけれども、いやゴール順番に入ってますよ。入りましたね。まあモリナはハメドに負けた試合しか見てなかったんで、ちょっと判断難しかったんですけどね。他の選手やったらやっぱりもっと本領発揮できたと思いますよ。やっぱり上半身もよく振って、はい、いい感じで入ろうとはしてたんですけど、チャンピオンのモラレスにパンチがあるんで入りきれなかったという試合ですね。パラカ、アミゴーサビコン24セグンド、2分34秒ですね、6ラウンド、はい、vencedor de esta pelea por nocaut técnico reteniendo así su campeonato mundial de peso super gallo super gallo っていうのはスーパーバンタムっていうんですね。ガジョダンスバンタムですからね、はい、今始まりを受けましたチャンピオンのエリック・モラルです。これで2度目の防衛に成功いたしました。このタイトルを守っていますエリック・モラルです。